Daigo Umehara share his thought on whether Street Fighter 6 is scrubby and what should be done about。 梅原先生のこのストリートファイター6は大雑把なゲームだと言われる、それについての彼の考察はちょっと見てみましょうか。新操作、ドライブラッシュが出るっていうやつだよね。新しいやつね。なんかまあ俺そのダッシュが出ないっていう感覚が分かんない人だったから、まあ、そんなに大丈夫かな。嘘こけよ。まあでもスーティー側出ないでしょ、ファイナルラウンドの。それは別になんか何でもいいな。かなり澄ましてるな。キャラランク絶対出ないから。変わるんだ。そこまでもいけないのか。もともとできる操作だからキャラランクが変わるまでいくかも。マジで出ないんだけど、中足ラッシュ。紙アップでコパラッシュ。スーティー側。コパラッシュはそうだ、できちゃうね。ちょっとふかしてます。確かに。操作面のアップデートありましたか。弱攻撃で漏れるっていうのはまだ分かる前なんだ。聞いたことないな。まあどうかなって、そこかなって思うけど、なくなったわけですけど、多くの人がこのドライブラッシュ、キャンセルドライブラッシュの体験できるんだったらいいんじゃないかなと思うけど、うん、そうだね。まだラッシュの補正がきつなのかな。ここら辺からやな。メナワースト6は大味な印象ってツイートしてた。やっぱ大味でいいんだ、スクラビー。あえてだと思うんだけどね、うん、開発者そう絶対そういう風に作ってるわ。大味にしないと新規が入ってこれないでしょ、うん、ってことだと思う。そう思うわ。それはそうだ。ゲームが変わったら大会のルールもコンタクト変えるべきなんですよ。キカラルはそれほど言ってるんだけど、3先かルールっていうのはゲームによって変えるべき。絶対スト2なんて最低5先だと思うよ。飛行券つって飛んでて終わりだな。で大会運営がついてこれてないね。じゃあなるほど。という感じ。なるほどね。運営が今ちょっと。龍の共感。減る。攻撃力だけはガチなんだよ、こいつ。龍の共感。比較してるから、みんな、剣の火力がないっていうことを言ってんのかな。なんだろうね。一般的な案としてね。ありがとうございました。まあ、サードの時から思ったけど、やっぱ波動拳をシステムで回避されちゃうよね、龍は。うん、あでもあれですね、大会運営云々の話はなるほどなとやはり思わされましたね。そうメーカープレイヤーの構図はね昔からあって、よく言われたのが、まあ、メーカーは、まあ、何十人とかで、まあ、下手すりゃ調整に関わってるのって本当に何人 2,3 人で作ってるのに対して、プレイヤーはもう何百万人っているから、何百万人が一斉にその開発とか、開発というか、まあゲームプレイしていろいろ見つけたら、まあメーカー側って追っつかないよねっていう風な構図だったんだけど、まあ最近は本当にね、多分人数も増えて、ストリートファイター6調整に関わってる人たちとか、まあチーム全体の人数とか明らかに増えてるし、で、まあがっぷり四つっていうか、ね、今回の調整もものすごく早かったから、プレイヤーのなんか、ここちょっとかゆいんじゃないか、このゲームとしてどうなのっていうところを、まあ、変えてくるとか調整してくる以上に、さらにもう一歩先を行ったなんか新要素を入れてきたりしてるから、それはそうな、まあ うなってますよねプレイヤーは今。そうきたかと。でそれに対してもう一つの勢力である大会運営、まあこのゲームは難しいよね。難しく作られてると思う。短い試合2先とかで自分のやってきたことをちゃんと出すっていうのは、まあ出て2ヶ月だからルール変更とか間に合わないんだろうね。